アブラハム・ミグノンは、ドイツの画家。フランクフルトで生まれ、カルバン派教会で洗礼を受けた。商人であった彼の父は、9歳のアブラハムをベッツラーの生物画家、ヤコブ・マーレルに、弟子入りさせた。1664年指定はオランダへ渡り、ユトレヒトのギルドに加わって、生物画家、ヤン・ダビス・デヘームの下で仕事に取り組んだ。アブラハムは、ハンガ校、 マテウス・メイリアンの娘でアリアコブの義理の娘となったマリア・ジビーラ・メイリアンに絵を指導し彼女の植物画家としての才能を開花させた。新人深い親の影響を受け彼もまた熱心な信者だった。1672年にはアムステルダムのバールゼ教会の福祭りにつき5年間その任に当たった。彼は1675年に 画家コルネディス・ウィラーツの娘マリアと結婚したが、その4年後の1679年に、ユトレヒトで亡くなり、当地に埋葬された。ルイ14世や選挙立候補者の肖像画も残しているが、アブラハムが得意としたのは花や果物などの生物画や鳥を題材としたいだった。彼が描く花は、繊細な筆遣いと入念な仕上げが特徴である。また、中心に赤、 または白いバラを描き、暗色の背景に浮かび上がるようにカキを配置する構図を得意ともしている。アブラハムの絵画は、ドレスデンのギャラリーが最も多く15点、うち12点はサインがある作品を所蔵している。他には、6点が、ルーブル美術館、4点が、エルミタージュ美術館、他には、アムステルダム、デンハーグ、ロッテルダム、ブリュッセル、ミュンヘン、カールスルーエ、 ブラウン・シュバイク、カッセル、シュベリーン、コッペンハーゲン、トリノ、ケルンなどの美術館に所蔵されている。ありがとうございます。